久しぶりです。お久しぶりです。やっと愛知県で波乗りができるようになりました。今から夜出て行ってみたいと思います。それでは久しぶり、何ヶ月や、2ヶ月ぶりか。1年目定期点検のご案内のメールです。なんだ、間もなく1年目、あのさ、12ヶ月の定期点検の時期となります。邪魔しんでくれる今、じゃあじゃあ使用に応じた点検のメンテナンスを実施させていただきます。あ、いや俺はあなたの長ない長いわ、あなたの台無しやん今。久しぶりにホームポイントに行こうかなと思います。スマッシュプーは到着いたしました。野田さん、放心状態なんだこいつ。大丈夫？眠たすぎてさ。眠たくないでしょ本当は。本当に眠たいの。眠たくて放心状態なの。でも今回の車中泊は家から全て持ってきました。います？これ開けると臭いんだけど、いかニンニク臭ということで、2日間はこの車からくっさパパ、ね、くっさ。それではおやすみなさい。ハムを買ってくるの忘れたな。おはようございます。どうですか、また更新状態つっても、今まだ時間はね7時10分でございます。オラにしちゃ早起きだよこれ。何よ、行ってきます。見たらびっくりしたよ。行ってきました。ではい、1ラウンド行きます。じゃあいつものように行ってきました。さあ皆さん、今日のアビリティサーフの第1ラウンドはここホームで波乗りするわけなんだけど、あそこのグーフィー、その手前のグーフィーでもいいし、繋いでのインサイドとか、まあゆっくりのんびりやってくださいよということで、よろしく。
お疲れ様です。なんこれ。それなんで、キッチンシート買ったっけ。買ったよ。キッチンシートって何。なんかマット。わからんわ、内緒。パパ、これ、干すやつ。干すやつ、何。火洗ってて、ちゃんと。俺でもこれ多いよな、多分。これ二人分多いか、どう思う。ニンニク。今日はペペロンチーノ。材料ができた。これとこれで。ブクブク。奥さんがおるんか。どう？オッケー。めっちゃ怖かったけど。ああ。うん。ああ、あの麺を炒めるの。そうそう。みゆ、ペペロンチーノさ、我流で作っとったけどさ、全然作り方しちゃうやんね。でもさ、パスタ茹でて、ニンニクかなんか茹で汁入れるのかなって。あ、入れる。知らんくてさ。みや、そのウインナー全部でいいよ。完成。はい、ありがとう。いただきます、はい、このね、ウインナーとニンニクのダブル食い、うん、どう？うまい。うん、うまい。麺いってよ、麺。ニンニク美味しい。ちょっとしょっぱなっちゃった。けど美味しい。